現代のインフラを支える鉄道。その鉄道が出現する少し前、ヨーロッパでは馬をこき使ってました。されど馬の飼料が馬鹿高くなって満身創痍になりかけたので、1825年イギリスの石炭輸送で馬の代わりに用いられたのが始まり、それから鉄道は紆余曲折を経てバズり、海を越えて日本に渡ってきても人気に。現在は日本中を食い荒らすかのごとく四方八方を駆け巡る線路。その路線長は私鉄だけで見ても計り知れません。そういうわけで本日はここ神奈川県箱根の早雲山から福島県の西若松まで私鉄だけで行く日です。え？ロープウェイがさらに果ての桃源台と早雲山を結んでるから、そこから乗ればもっと長くなるって。そうですよね。だから最初は体力と精神を削って桃源台にありついたんですよ。そしたらロープウェイは強風で運休してました。ロープウェイなんぞ乗せねえよバーカなどとダブルの意味で風に煽られて、心は鈍天ですが、とにかく始めましょう。第一走者は箱根登山ケーブルカー。ケーブルカーは鉄道の定義的には怪しいところがあるんですが、鉄道運営の何たりやを定めた鉄道事業法、その小難しいことに基づいて定めた鉄道事業法施行規則が言うには、工作鉄道ケーブルカーは鉄道の一種じゃいったとのたまってるので、箱根登山ケーブルカーも鉄道の一種です。じゃあ乗りましょう。まずは強来機。春ですねだのと能天気なことを言い、七分丈で箱根の山に突撃したんですが、山の冷酷さの洗礼を早くも受けましてね、私気温11度に免れております。その傍らケーブルカーは粉骨最新、あからさまな熱意を持ち、山間部にいながらゲーセン顔負けの騒音を奏で早雲山ににじり寄ってきます。あ、ちなみにうるさいのは早雲山にもろもろのシステムがギュッてなってるからです。ケーブルカーの車両はロープで動きます。そのロープは滑車を使って動かします。で、その滑車を動かすのにはモーターやブレーキがいるのですが、そいつらのなりわいはロープの巻き上げなので、山の上側に人気にしてやってます。そういう意味でこのケーブルカーには車掌さんがいれど運転手さんはいません。早雲山がけたたましい理由を語ったところで車両がやってきました。このケーブルカーは5代目車両で、2020年から働き三昧。某姉妹みたいに赤と青の2編成がいるのですが、こちらは青編成。箱根山から見る空をイメージした青だそうです。空が青いのは3歳でもわかるはずですが、わざわざ箱根山って限定してるあたり、標高750メートルの早雲山駅ですら地下に沈みそうなくらい底なしの自負を感じます。車内は階段状になっているロングシート、ツイッターの旭日旗アイコン並みに傾いた斜面、それに合わせた構造になってます。じゃ、箱根界隈の路線についてさらっと解説始めましょう。このケーブルカーを運営する箱根登山鉄道は、その前身が小田原馬車鉄道なるもの、名の通り小田原近辺に鉄道を通すことを目論んでいました。というのも政府が敷いた当初の東海道線はルートの厳しさを口実に小田原を通らないことに。とすると、これまで宿場町ビジネスでウハウハだった小田原箱根の州はドル箱を奪われ、事実上オワコン宣告を言い渡されたなどとひどく騒ぎました。さすがにいても立ってもいられなくて、小田原の人間が私鉄を立ち上げます。そうした経緯で高津から箱根湯本まで馬車鉄道が敷かれたのが始まり、しかれど人力車や乗り合い自動車で生計立ててた無豪の州は、鉄道という一撃必殺瀕死法にあえぎ、鉄道なんぞ地祭りにあげたるわと悠長な箱根のリゾート地に全く似つかわしくないことを見かし、会社を妨害、小田原に別邸を構えていた伊藤博文らも、その妨害っぷりにはへきへきいたしまして、あいつら黙らせろと神奈川県に殴り込んだ結果、取り締まりは強化され、ついでに鉄道の売り上げも伸びていきます。軌道に乗って、小田原電気鉄道へと肩書きがレベルアップしたその会社は、さらに軌道を伸ばすことを画策します。早雲山から強羅を走るこの鉄道も、その一端だったんですが、普通鉄道をこんなところに仕込んなんぞ、誰がどう見ても無理です。でも箱根のこの辺りは明治21年から開発の手を引っかき回してやってるし、骨の髄まで箱根地域をしゃぶり尽くしたいものにとっちゃ超重要。そんで普通鉄道ではなくケーブルカーを敷いてやった時代です。それが1921年のこと。すでに開業から100年が経ってます。以来ずっと箱根ゴールデンコースの一部を担い、幾多の災害をも乗り越え、今は国内外問わず観光客が押し合いへし合いしている地域になりました。なんなら耳に入る観光客の言語が外国語で満ち満ちているので、日本国内どころか関東すら出てないのに突然海外に飛ばされた気分になってます。日本語でOKって言いたくなるのをぐっとこらえて、中郷らと公園上の間で列車の行き違いが行われます。先ほど言った通り運転装置はてっぺんの早雲山に詰まってます。言い換えると2台のケーブルカーが足並み揃えて動きます。
そのため、支離滅裂な場所じゃなくて、完璧主義者のごとく、きっちり中間ですれ違います。ついでに足並み揃える都合上、駅間も、だいたい等間隔になってます。路線長 1.2km という狭い世界に拘束され、なんなら、行動すらも拘束されてる車両を見るに、もはやここまで来ると、足並み以前に、ヤンデレのしがらみみたいなのを感じますが、列車は、箱根強羅公園の隣を過ぎます。お次は終点強羅。ちなみにその公園は、小田原電気鉄道が観光客をホイホイ取り込むべく作ったもの。明治後期に蔓延した洋式庭園のビッグウェーブに乗っかり、登山鉄道の終着点になる強羅のランドマークを作るぞと息巻くも、肝心の登山鉄道より5年ほど早く開園したという、せっかちで決体な一公園です。フランスの庭園様式をパクってはいますが、2013年には国登録記念物に認められた由緒ある公園。ちなみに、フランス式庭園は普通、幾ばくか平坦な地で整えられますが、強羅公園は逆張りしており、そんなのものともしません。一方の私は、もはや平行感覚がガクリかけ、右も左もわからなくなってきてますが、中央無尽に岩石がはびこるいかめしさから名がついたという、強羅の町に到着、人っ子一人寄せなかった荒地ですら、電光石火の勢いで、交通の便がこねくり回された現在、石に枕し、流れに進むこともできぬほど、無尽蔵に観光客を取り込んでおります。もはやで観光地と化した標準の矛には、平日という盾などいささかも通用せず、次に乗る箱根登山電車も、果たして座れるか、微妙なほどの混みようです。最初から並んでおけば、割といけそうな気もしたんですが、さっきでっかいしっこ出してたので、さすがにそうもいきませんでした。足の子ならぬ、足に子を作るわけにはいかないので、ってわけで、いざ箱根湯本まで。そうそう。ここから、普通鉄道ってやつです。堅苦しそうな用語ですが、端的に言うと、鉄道って聞いて思い浮かべるようなやつです。さっき乗ったケーブルカーははぶられてますが、箱根登山電車は、小粒とはいえ、立派な普通鉄道。そして、これまた他と同じ、丸い車輪に頼りっきりの粘着式鉄道です。でも、山間部っていうのもあって、計画当初はアプト式っていうのを導入予定でした。アプト式は、車両についた歯車と、線路の合間に敷かれた歯を組み合わせ、勾配を登る運行方法、井川線のそれが名高いですが、箱根登山鉄道にも導入予定でした。しかし計画上は、最大125パーミル、平均でも約63パーミル、線路だけでなく、勾配ですら蒸気を逸していることに気づくが否や、仕切り倒して工事中断。その道すがら、海外に技師を派遣しました。そしたら、良いアイディアを踏んだくってきたもんで、スイスのベルニナ鉄道に、すごいのおる、と、勾配も距離も似てる鉄道路線を持ち出したり、他の登山鉄道はみんな粘着式だから、と、日本人仕草をあらわにしたり、とにかく、アプト式計画なんざゴミ箱にポイして、ヨーロッパで流行りの粘着式鉄道を崇拝するように、スイッチバックも組み合わせたので、勾配も、最大80パーミルと、緩めになりました。ついでに、自然をぶっ壊すのを意味下って、山を縫うようなルートになりました。その結果、線路が伸びるというよりは、のたくるといった表現の方が良さそうなくらい、カーブまみれになり、曲線の最小半径は30メートルという、F0 のコースでもないレベルのヤバカーブが迎え撃つように、そういうのもあって、車両の長さはたった14メートル、20メートルの渋滞で見えを切る、普通の鉄道車両と比べると、たったの7割しかありません。しかし、線路幅は一丁前にでかく、標準機の 1435mm が採用されています。箱根湯本までを牛耳っていた小田原電気鉄道が 1372mm を採用していたので、本当はそれと同じ線路幅で敷きたかったのですが、建設過程で無理ぽな状態を悟り、さっさと 1435mm に変えました。その時に、国内でメジャーだった 1067mm が採用されなかったのは、ヤバ勾配などに歯向かえる機器を積むのには1メートルちょいの線路幅じゃ貧弱すぎる、っていう点が大きいかと思われます。かくして、スイスの文明を独自に煮詰めた鉄道。当然、車両もスイスでこしらえられた技術を使う、と思いきや、第一次世界大戦で欧州の連中がギャーギャーと戦いを持ち出してきたので、登山鉄道の部品よこせたのと、牧歌的なことをいけシャーシャーとスイスに鎮ずることもできず、スイスのせいで納期がやばいから製品よこせとアメリカにねだり散らかして、電気部品を手中に収めることに成功。そうして作られた車両は、全車両が電動車というパワフル設計もさることながら、水巻き装置や4つのブレーキを積んだ、とにかく筋骨隆々な車体として生まれました。まず水巻き装置から説明しますと、線路がすり減るのを防ぐためのものです。こういうカーブまみれのところを通ると、車輪とレールが、プチューと、お互いの心骨をすり減らす、濃厚なキスをする羽目に、普通の鉄道だったら、油を塗って対処するのですが、急勾配な箱根登山鉄道に油を塗ったら滑るので、その対策は、水と油のようにミスマッチな具合。それで、代わりに水をレールの上にビチビチ漏らすようになりました。今でも漏らしてます。ゆかりさんが？なんで突然場外から濡れ衣が飛んでくるんですか？濡れ衣って、ちっこで衣服が濡れてるっていうこと？違う。話を戻しますと、カーブの問題は、水巻き装置が担っている一方、
勾配の方は4つのブレーキが担当してます。実は、上り坂よりも下り坂の方が大変。うち3つ、電気、空気、手動ブレーキは、ぐるぐる回る車輪をたしなめるためのものですが、残り1つは、性格が違ってまして、カーボランダムブレーキっていう代物です。一度繰り出されたが最後、二度と日の目を見なさそうな、戦隊もののマイナー必殺技みたいな名前してますが、こいつが特殊で、端的に言うと、石を、おりゃーってレールに押し当てて、列車をガガガガって止めるやつです。ブラック部活並みに根性論じみた止め方ですが、非常用ブレーキとしての100年弱の実績はでかく、いずれすれ違う2014年製の最新鋭車両にも積まれていますし、登山電車のアナウンスでも、4種類のブレーキ積んどるべという旨の観光案内が流れます。非常用だから、さして使われもしないのに、えげつないほどの風潮をぶっかましてます。で 80% のトンネル。例によって観光案内が流れています。そうだ。車内設備について、今の今まで言ってませんでしたが、ボックスシートが信じられないくらい快適です。全部のボックスシートこれにしろ、この線型って車両、21世紀を少し過ぎた頃までは転換クロスシートの持ち主だったのですが、どうやら冷房が備わったついでに、ボックスシートにその座を奪われたらしいです。何回も挟まれるスイッチバックのたびに、乗客までガッチャンガッチャンやるのは、まどろっこしいと判断したのでしょうか。って言っているうちに、神尾平台信号場が近づいてきました。ここで1回目のスイッチバック。進行方向を変え、ジグザグと山を降ります。運転手さんと車掌さんが、ホーム上で兵と挨拶を交わして入れ替わる、いろんな意味でアットホームな光景を目にして出発。ちなみに、乗客はホームに降り立つことはおろか、車両間の移動すらできません。多分、全面展望ガチ勢だったら、よよと袖を濡らすのでしょうが、割とすぐ先の大平台駅で、進行方向が戻ります。よかったね。進行方向は、全線トータルで3回変わるので、着く頃には結局、全面展望が全面展望じゃなくなってますが、3回のスイッチバックを駆使した登山、下山は、敷設当時からずっと変わりません。開業時は、その登山電車のもの珍しさに加え、84銭というお手頃価格も相まって、ブルジョワジーがこれ見よがしに私物化していた箱根は、瞬く間に、大衆の手の届く範囲になりました。一方、登山電車の寝室に待ったをかける連中もおりました。それが藤屋自動車。そいつが、神津から箱根町の乗り合い自動車を、登山電車と同日に運行開始して、露骨な対抗心を燃やし始めたもんですから、小田原電気鉄道は、尻に突然つけられた火を見るや、脊髄反射で報復を企み、粉骨最新火花を散らします。目には目を歯には歯をという魂胆で、その1919年の大正中期以来、小田原電気鉄道も乗り合い自動車の路線網を拡充していきます。その競争は、観光客にとってはかえって嬉しく、乗り合い自動車の路線網は緻密で広大になり、片や強羅を網羅して、片や伊豆、駿河、相模を掌握するように、2社は、首都肉林クラスの富田も追い求めるかのごとく、箱根の湖や森林を舞台にお互い殴り合いました。この競争は、会社合併しろと官庁とかがどついた結果、やっと鎮火されます。それから日本電力に合併されたり、箱根登山鉄道として独立したり、東急の傘下になった後、小田急の傘下になり、数十年ほど吸ったもんだありまして、戦後、再び箱根が騒ぎになります。それが箱根山戦争ってやつです。平和主義をガン無視した、地で血を洗う資本主義の構想。ざっくり言うと、東急の息が根付いた小田原傘下の箱根登山鉄道と、西部の傘下として古く働いた、ツンツ鉄道との縄張りバトル。箱根を走る我がバス路線を一つ延長させろと、ツンツ鉄道が言ったのが始まり。だけどそのバス路線は、箱根登山鉄道のドル箱路線と被ってました。魚心あれば、水心ありとは言いますが、利益を負う心あれば、向こう水の心ありってわけで、両者は、バス、観光船とかでガンつけて、傍若無人で野暮な争いを続けます。時には訴訟されたら訴訟仕返すといった、手続きだけは大人ぶってるけど、思考が完全に小学3年生のそれみたいなことまでやり、箱根登山鉄道が、ロープウェイ完成という一撃必殺法を繰り出すまで、そうした陳腐な争いは続いたと言います。そのロープウェイ乗りたかったな、そのロープウェイ乗りたかったな、そのロープウェイ乗りたかったな、デカウンカスエアーポッツ左大臣、箱根山戦争の説明が存外簡素になってしまいましたが、3度目ラストのスイッチバック中って点。もう時間も残りわずかなのでここいらで。さて、先ほど入れ違いをした車両は、もは1型、もは2型って言います。幾度もの改造を経ているので、外観はそれなりに小綺麗ですが、元をたどれば地期1型という、開業以来の車両。老体に鞭打ち、天下の剣に毎日挑んでおります。仲間はことごとく廃車になる中、電車の癖して馬車馬のように働かされてますが、和光度に負けてなるかと言わんばかりに、今もなお人気列車として観光地を全ております。と言っているうちに、車両は、手山の鉄橋を渡ります。この鉄橋は、東海道本線の天竜川の鉄橋を流用したものです。ですが当初は、海外に資材を背負るつもりでした。その野望も、世界大戦による壊滅的な輸入状態と、国産品のクソデカインフレによる二重苦に潰されます。
それで、鉄道院に鉄橋の一部をたかった結果、ここに移設されたといいます。現存する鉄橋としては日本最古ですが、車両までお古ばかり言ってんじゃありません。今すれ違ってる列車の先頭車両、そいつが2014年製の最新鋭車両、3000型です。愛称はアレグラ号、スイスの気象言語、ロマンシュ語で、コンチャースを表す言葉です。足の子界隈の杉並木の花粉に流飲を下げるべく、薬の名で対抗してるってわけじゃないです。そんな新車と塔の沢ですれ違い、実は、車で行く手段がない山の中の駅なので、プチ秘境駅だったりします。早雲山から強羅を経て、いよいよ箱根湯本も近くに、割とすでに鉄道旅的には満足しているので、もうここいらで終わってもいい気すらしてます。ところで、日本最長の私鉄旅は、山陽阿保市から三河田原まで、近畿横断、東海地方に至る 373.4km のものです。一方、関東地方で今回行う旅は、早雲山から西若松までで 340.1km。関東地方の方が短いですが、歴史が違えば、そちらの方が長くなってたかも。何しろ、小田原電気鉄道は、強羅から芦ノ湖、三島方面へ伸びる鉄道を敷こうとしてました。んで、その三島からは、伊豆箱根鉄道寸津線っていう、だいぶ前に、奇弁のドッジボールで小田急と遊んだあの私鉄が伸びてます。それを組み合わせれば 50km ほど伸びるので、随分夢のある計画です。まあ夢にはあるんですけど。登山列車も人一倍頑張っており、想像の2倍は混んでいる箱根山麓に立ち打ち、箱根湯本まではゆっくりできるだろうという固定観念は、予外でもされるかのごとく白昼堂々崩されましたが、六すっぽ観光もせずに福島に向かう、やばい一人旅はまるで終わりを見せません。精神状態と混雑状況のやばいやばいが掛け合わさり、感情は64倍にまで高ぶっているけれども、会場の混沌としたお気持ちも、もはややり場なんぞなく、黙って、お次の小田原駅に乗ります。こいつは線型の4両、箱根登山鉄道のこの区間の主と言ったら、少し前は、このカラーリングの線型でした。ネットで高ぶる自称啓蒙主義者の思想みたいに真っ赤に染まりきっていますが、そいつは、箱根観光に革命を起こすべく、箱根登山電車と同じ色をまとった、2009年から活躍した車両。しかし、技術革新の波に抗うことは叶わず、機器更新が行われていない線型は、殲滅。結局未更新だった赤い線型も、表舞台から退き、現在はやたら小綺麗な、青2歳からは程遠い30年超え選手ながら、機器更新で青天井な気になってる青い線型が、令和以降の当選を務めてます。ってわけで、奈良時代から続く箱根温泉の発祥にして入り口、箱根湯本の町を立ちます。ちなみに、小田原から箱根湯本の区間は、100年近く前までは路面電車でした。厳密には、小田原駅前から、というのが正確な表現で、かつ箱根輸送で最もネックだった部分でしょうか。ってのも、その当時、小田原から強羅に行くには、まずは駅を出て、路面電車のホームへ、そのまま箱根湯本まで乗ったら、またちんたら歩いて、強羅への登山電車を待つ。こんな感じで、リキッタパン屋の名前並みにだるい乗り換えを観光客に強いていたので、東京とかから直接箱根まで殴り込みに来るバスたちに、普通に押されていました。わざわざ社名で箱根登山鉄道と銘打っている以上、臆病な自尊心と尊大な羞恥心を捨てる思考には至らず、箱根登山鉄道は、小田原駅への直結と、小田原強羅の直通を目論むことに、なんとか鉄道線の工事を進め、小田原と強羅を直通させたのはいいんですが、今は全列車が箱根湯本でブチッと切られております。これには紆余曲折ありまして、小田急が箱根登山鉄道を下僕って加算化にして以来、箱根急行という、新宿と箱根を直通させるという思想にとらわれた小田急は、箱根登山鉄道を洗脳することを狙います。しかし小田急が持っているのは、通体はでかいのに線路は狭い 1067mm の狭軌列車。先ほどの登山電車の線路の幅は 1435mm なので、小田急とは相入れないはず、でした。しかしそれを分からせるのが小田急の夢にして欲望。小田原と箱根湯本の間に、線路を1本追加で敷いてしまいました。そんな両者の乗り入れを、レールを3本敷く3線機場によって実現した箱根登山鉄道、ロマンスカーをはじめとした小田急サイドからの直通列車の威力は凄まじく、箱根が観光地として名高く花も高くなったのは周知の事実。しかし、時代が進むと、箱根登山電車という小粒な先客で混雑を裁こうという魂胆は周知の事実に。そこで、小田原から箱根登山電車を締め出すべく、テコ入れを施し、車両基地がある入り札から箱根湯本までを除いて、3線機場を全部ぶっこ抜きます。かくして、2006年くらいに、箱根登山電車側の小田原乗り入れは終わりました。同区間の管轄は箱根登山鉄道なのに、小田急が振りかざした直通という大義名分は侵略へと変わったようで、毎時1本とか2本とか突撃しに来るロマンスカーを筆頭に、もはや完全に小田急電鉄の植民地になってしまったようです。うだうだ言っても何も変わりませんので、絵も描いたことですし、小田原までとっととカット。
動画時間20分かけて 20km も進めないなんてことあるんだ。戦国時代には難攻不落だとまくし立てたけど、秀吉の前には降伏した。慶長不白な小田原の町に到着。新幹線が通る主要駅箱根への入り口なだけあってか、どこを見ても人しかいません。続けて新宿までガシガシ進もうかとも思ったのですが、胃袋が難攻不落のかけらもないババ防御なせいで、そこ知れぬ空腹に攻め入られております。さすがにそれはいただけないので、神奈川の最低賃金より高い切符を改札機に通し、改札出てすぐ右にある幸福求めていざ出陣。私は結構箱根そば信者です。うまいよね。美味しかったです。じゃ続き行きましょうか。次、急行とは謙遜してるけど、実質快速急行の新宿行き。わざわざ小田原から5駅先の海星駅に止めるためだけに、途中まで急行種別を使ってます。小田原発着の快速急行なんて、もう朝の下り1本しかないんだから、海星駅を快速急行停車駅にした方が200倍いいと思うんですが、そこら辺は種別変更にかまけてきた小田急の意地なんでしょうか。これ以上とやかく言うのはやめましょうか。さて、この列車の終点は 82.5km 先の新宿ですが、今回はその少し手前、代々木上原まで乗ります。それでもまあ 79km あるんですけど、こういった長大路線ですが、敷かれた理由は東京に振られたからだったりします。っていうのも、としみつつるまつっていう大正時代の鉄道に血眼になったおっちゃんがいたんですが、彼は当初東京高速鉄道という会社を立ち上げ、都心に地下鉄をうじゃうじゃ張り巡らせたり、郊外に線路を出すどす敷くって妄想をしてました。しかし内務省が、地下鉄で掘った土砂どうすんの、てめえがアホが多いから東京ダメになると質問したり、戦後恐慌が起こったりで、それどころじゃなくなりました。としみつ氏は完全に再起不能になったかと思いきや、鉄道不設の著古材の野心は決して消えませんでした。そこで厚木地域の交通の便がスカンピンなことに気づいた彼は、都心と小田原を厚木経由で結ぶことを考え、小田原急行鉄道を立ち上げるのです。こうしてとしみつ社長の下で敷設計画が練られた小田原線、その当初は品川と小田原を結ぶ予定でしたが、新宿こそが都心のカースト最上位になるべなどと課長が小言をこぼしたので、新宿が起点になったといいます。そうして工事しようと息巻いたのもつかの間、関東大震災が小田原急行鉄道を襲います。よりによって震源地が相模湾、神奈川県の南側の海だったもんで、木造家屋の多かった大都市圏での火災をはじめ、被害は凄惨たるものでした。無論小田原線の着工も遅れるのですが、風が吹けば桶屋が儲かる理論なのか、小田原線の支持者が増えました。何しろ都心混雑寺屋バスっていうのが大正時代からすでに取り沙汰されており、ほら郊外細部だの機運が高まっておりました。関東大震災がそれを後押しした結果、郊外と都心を結ぶとかいう小田原急行鉄道が注目されまして、大正時代の投資家が小田原急行鉄道とかにスパチャを投げた結果、初動は遅くなれどもペースは速くといった塩梅で、サクサク工事は進んだようです。まあ土地問題でぐだって工事が進まないっていう現象はそこかしこで起こったんですが、まるでこの電車の現在の運行状況みたいに、一応終電には間に合うように計画練ったので、多少の遅れは大丈夫です。でも助けて。そんな小田急は新松田から渋沢の間なんかではこんな山間部も通ります。毎回毎回言ってますが、ここの車窓ほんとすこ、甲の僻地を通るなら最近までここは単線だったのでしょうか。確かに計画段階では徳内と神奈川の境界、多摩川を境に単線と伏線をチェンジする予定でした。しかれどゆくゆくは全線伏線にするのだからという思想が社長のバックにあったのか、社長の鶴の一声で全部伏線前提で工事を進めるに至ったのです。ま、当初は拙速だったもんで単線のまま開業しちゃいましたけどね。拙速、小田原線の工事はかなり拙速でして、開業初日は信号、車両、タイヤともども全部事故だのなんだのでぶっ壊れまして、よだれを垂らして列車を待った沿線住民も小田急に対して神戸を垂れろ金返せとごね始め、新聞の大見出しでも大目玉を食らう羽目に、しかしその見出しが政府のせいだぞというメディアお得意の事実歪曲というか、あるいは新聞の思想が左寄りだったからか、逆に小田原急行の名を知らしめることに。初日は新宿から小田原まで8時間かかったという悪評も何のそので、当時の新郎が箱根に向かう時も小田急に課金したといいます。悪名は無名に勝るっていうのをつくづく感じるものです。続けて愛好石田へ。駅名は今はない愛好村、石田村から盗んできたものです。ちょっと深掘りしますと、両方の地名とも源頼朝に仕えた武将である愛好三郎末高、石田次郎為久の2人から取ってきたものです。夫婦は絶対同姓だとギャン騒ぎを続ける日本の民法もにっこりしそうな地名の由来です。いや、名字は片方だけ使えってスタンスなので、これにはむっつりですか。そうですか。ちなみにこの愛好石田付近は地盤がクソ雑魚なめくじでございまして、季節時は砂利をたらふく敷いても人
晩のうちに地盤がズブズブ沈む早漏ちゃんでした。湯水のごとく砂利を使った結果、お隣の田んぼを干上がらせたという逸話まで残っているので、なんて言いますか、土地も人間も強欲な過去を持つエリアだったりします。からの本厚木を出て厚木を通過し海老名へ。今出発している本厚木駅は厚木市、厚木駅は川を渡ったお隣の海老名市。厚木にないのに厚木を名乗ってるのはネームバリューにかまけたからってのはそうなんですが、もっと遡ってみると神中鉄道っていう今の相鉄線を運営する会社のいざこざのせいです。現在の相鉄本線って横浜から海老名を通ってますよね。もはや複雑回帰な直通という怪力のせいで本線の面目は潰れて半ば空気になってますが、ね、その鉄道会社昔は横浜からここ厚木までを結ぶ予定でした。で、厚木に行くにはこの相模川を越えなきゃならんかったのですが、金が足りません。困っていた神中鉄道。しかし寝耳に水で小田急が侵略してくるという話を聞きます。そこで、ああ川越えなくても厚木って名乗れそうやんけと鼻でもほじりながら歌い、今の相模線にあたる相模鉄道との接続点にして今小田急が通過しているこの駅を厚木と命名。そうして仮初めの対処法を取ったのですが、小田急がマジの厚木に駅を作った時が問題。厚木町に駅を置くのに厚木を名乗れないもんだから仕方なく相模厚木駅を名乗りました。後その駅は本厚木を名乗りますが、厚木のごたごたにはこういう理由があったのです。端的に言うと神中鉄道の怠惰ですね。 AI 絵師を名乗って銭を背びる輩ほどではないにしろ、かなり人のふんどしで相撲を取ってます。お前は本当に厚木を名乗りたかったのかと問いたい、問い詰めたい、小一時間問い詰めたい。お前厚木って言いたいだけちゃうんかと。あ、海老名出発してるね。パーキングエリアの方の海老名にはうまいもの横丁なるものが軒を並べていますが、鉄道的には相鉄を筆頭に直通まみれで往来激しく、結構飯馬感の強い駅となっております。観光開発の色が強い小田急江ノ島線が伸びる相模大野に続けて、誰が何をどう見ても神奈川県町田の駅を出発、横浜線と接続。この地域ですが小田急は通過しない予定で、本来ならもっと神奈川県寄りを通るはずでした。しかし小田急がやってくるより前、横浜線が敷設された時は鉄道を意味嫌い、養蚕に悪影響だと言い散らかし、町田の市街地から離れたところを通らせたといいます。それで鉄道賛成派だった村の常衛門って人はこの敷設にひどく後悔しまして、さすがに二の舞を演じるのは二の足を踏むので、町田に小田急通せとせがんだそうです。社長とのコネもあったので結果的にその努力は実りました。やっぱり人脈って大事ですね。そうですよね。画面の前のインターネット動物の皆さん、快速急行の破壊力を生かして10駅通過し、上りとのお次は陰夢中が喜びそうな駅。この辺りは線路が4セット敷かれる複々線化が行われており、快速急行とかは本領発揮できるし、確定も通過待ちしなくていいのでバチクソ早い区間となっております。ちなみにこの界隈の複々線化は東京都の連続立体交差事業と一緒に進められたもの。地域のつながりが線路で分断されるという他人行儀な東京に似合わぬ理論を持ち出し、踏切の息の根を止めたり鉄道跡地のスペースを活用したりと市街地の一体化を図った事業です。もちろん小田急にとっても有益で、バシバシ列車や乗客をさばくことができたので、朝ラッシュの乗車率 200% という不名誉な遺産は本数を 1.3 倍以上に増やした2018年以降完全に過去のものに。もちろん昼間も輸送力とスピード感は揺るがず、最大10分遅れていたこの列車も6分遅れ程度にまで回復。ありがとう小田急、グッバイ快速急行とってつけたような産地しか遅れないあたり、目と鼻の先に止まる列車しか眼中にない話し旅人みたいになってしまいましたが、時間は待ってくれないので乗り継ぎ、千代田線の北綾瀬駅を北千住まで。小田急 JR と直通ズブズブな路線っていう特性上、車両もバラエティ豊かです。で、今乗ってるのはJR 東日本の E233系2000 番台ってやつです。私鉄乗り継ぐって趣旨の動画なのに車両面で破綻しかけてます。アドビの考える寿司と同じくらい中途半端な破綻っぷりです。とはいえ車両が混沌としているのが半ば千代田線の運命みたいなところがあります。何しろこの路線、小田急常磐線との直通前提で敷設された強気な路線でした。もっとも日比谷、東部、東急や東西、JR 中央総武との直通などドヤ顔ダブルピースできるくらい実績はあったので、鼻から直通する気だと鼻息荒くまくし立てるのも無理はありません。そんでもって郊外路線と地下鉄の直通という眠れる需要を目覚めさせるべく、偉い人たちがよく眠ってる国会議事堂前を通るよう敷設された千代田線、その建設難度たるや JK が原宿でしばしばついばむ現代スイーツみたいなゲロ穴からはほど遠く、ストイックでボコボコ起伏なくせして思想はクソ雑魚だし、そうかと思うと道路が所狭しと敷き詰められているもんですからゲロムズでした。そこで建設方法を臨機応変に組み合わせる半ばごったにのやり方で工事を進めたのです。例えばこの千駄木駅、さっきまでは島式ホームで
小田急線方面の列車とラブラブチュッチュな関係でしたが、ここではたもとと線路を分かちて上下線が分かれた構造になってます。ここは先ほど例として挙げた激狭道路の弊害で、線路を2階に重ねるしかなくなったがゆえのもの。こうした狭い道路に地下鉄の線路が約 4.5km も駐輪されているせいで、他にも北から順に町や西日暮里、根津の計4駅が同じ措置を受けております。オール重量に直通ラッシュという地下鉄にしては至れり尽くせりな待遇ながら、初心者排斥中毒がのさばる音ゲー界隈並みになんとなく肩身の狭さを感じますが、山手線の北側に出まして北千住、ついに 100km を超えましたが、まだ前哨戦みてえなもんです。お家が半径 10km 圏内にあることもあってか、やや帰りたい欲が高まってますが、今浮かれポンチになって帰ったが最後、旅以前にお風からの脱出が難しくなりそうなので、ほとばしる帰巣本能をなんとか牽制し、ちょっと先に進みます。で、次は東武線。本来なら千代田線から改札を通らず乗り換えられるのですが、主戦度なゆかりさんはあるものを仕入れたかったので改札を出ました。はい、こいつ株主優待券。ここからはとにかく東武の独占場、普通に乗り通すとそこそこ金がかかります。それで金券ショップに魂と850円を捧げ、東武片道乗り放題な魔法の切符を買ってきたのです。で、次東武スカイツリーライン。正式には東武伊勢崎線なんですが、群馬帝国の地名を借りのお弓木だってか、みこしに担がれて有頂天ですと言わんばかりにスカイツリーラインなどと名乗っております。おこがましく贅沢な名前だなって思ったので、右上の路線名は縮めてあげました。さすが私、優しいです。で、北千住を出てすぐ列車は荒川放水路を渡ります。現在で夕隅田川が荒川に当たるんですが、しばしば氾濫するもんだから水の逃げ道を作ることに感激して、ゴリゴリ工事が行われた放水路、水流だって土着の民衆の意見だって有無を言わさずねじ曲げたのですが、東武の線路まで嫌おうなしに東側にねじ曲げられたそうです。とはいえその時に小菅などの新駅が3つほど作られました。梅島、五反田に関しては普通種別しか止まらないのに1日3万人が利用する立派な中堅駅、線路工事の時の副産物とはいえ聡明な判断だったのではないでしょうか。少なくとも同じ鉄道駅で同じ鉄を踏んでいる私よりは100倍聡明だと思います。少し進んだ先にある竹の塚車両基地は日比谷線車両の吹き溜まりになっていました。そんな日比谷線も東武との直通を前提にして敷設された路線でした。しかしややこしいことに、東京メトロから伊勢崎線に直通している路線は日比谷線以外にももう一路線あります。それが紫色の重量の体を見せびらかす半蔵門線。2路線直通と相なったのは純粋に輸送力が足りなかったからです。いや、対策はしたんですよ。眼前に広がる無手山下福福線が物語る通り、そして伊勢崎線ラッシュでは重量が睨みを利かせていたんですよ。しかし日比谷線には18メートル車の8両編成を入れるのが精一杯、ポットでの労働者を都市部に搬送するにはまるで輸送力が足りませんでした。そこで重量編成も都心部へと拉致すべく半蔵門線の建設を急いだというのがそのあらなし。開業後の破壊力たるやすさまじく、重量が大手町や永田町に毎日のように襲撃しては、無尽蔵に乗客を取り込んだり吐いたりしながら札束で殴り合うビジネス街の真下を食い荒らし、意気揚々と生き様を見せつけた末に伊勢崎線の乗車率を 200% 以下にキープしてやった伊勢崎線のえげつなくも有能な右腕となりました。今乗ってるこの急行列車だって半蔵門線からの直通車両です。僕の功績はすごいんだぞ、ムフンという自負がそのモーター音から聞こえてくる気がします。でもこれ東急の車両なので多分幻聴です。いや、モーター音から聞こえる持論なんて車両関係なく確実に幻聴なんですよ。帰ったら病院行きます。じゃあさっき地元通ったついでに病院行った方が良かったのでは。論理が堂々巡りせり、いい加減解説に戻ります。列車は宣言台へ。明治時代からの歴史を有する伊勢崎線の中でひときわ異彩を放つ昭和42年開業の駅、されど急行を含めて普通列車は全停車、異様なまでの優遇っぷりです。駅地下の川、宣言堀から命名された駅、実はもてはやされるのも無理はなく、このすぐそばに竹里団地なる、かつて東洋一の団地などと用意書された区域があり、そこへの誘致を図って東武が駅を置いてやったのだと言います。東洋一と天狗になってる場所が近くにあったら、そりゃおこぼれをもらいたいもんです。そして5分ほどで春日部。さっきあれだけ終電が終電がとわめき散らかしたのですが、なんか早く行き過ぎても寂れた地方駅で待ちぼうけを食らうんじゃないかと、そう思ったので、ちょっとだけ寄り道させてください。あと、純粋に小腹が減った。ってわけで、こいつは春日部で乗り捨てます。ちなみに、ここまで乗ってきたのは、東急2020系です。発車音を聞いてもわかるように、機器をはじめ、いろいろなところを B235 系に乗せてますが、前面デザインは、まるで半旗でもひれ返しているかのように、微塵たりとも寄せておりません。そんな春日部で食べたいものといえば、野田線ホーム上のラーメンです。アーバンパークライン。
何それ。とにもかくにも途方もない鉄道旅の最中でカタルススに出会うことを求めました。食らいます。近年は家系、二郎系、あるいは味噌に名を売った合金のカップ麺などラーメン界隈はしのぎを削りすぎて半ば崇高なジャンクフードと化していますが、こういう気取ってないけど硬派でクラシカルなラーメンが結局落ち着く。美味しかったです。ごちそうさまでした。少々のシエスタで体を癒して気力にブーストかけたところで乗り継ぎ、引き続き南栗橋を目指します。今度は日比谷線の7両ですね。普通種別だったこともあってか滅法を空いております。ところで春日部の地名の由来は由緒あるもので、大和政権が幅を利かせた6世紀頃に遡ります。その頃春日の山田の姫巫女っていう気取った皇族が名城という直轄民とどのつまり奴隷を設けました。他にもいろんな種類の奴隷はいたんですが、ともかくそういう奴らをベノタミと呼びました。でその春日の山田の姫巫女のベノタミってわけで春日部という名がついたそうです。ちなみにそれから500年くらい経った平安後期、御家人の一族がこの地から名前をぶんどって春日部氏と名乗りを上げたそうです。そんな春日部の地は利根川がバックについているのをいいことに、中世には物資の集積地として月山で位置を開くなどして切り倒し各地に名を轟かせますなどとつらつら武勇伝を並べましたが、東部はここに酒粕の粕に壁弟子の名前の駅を置きました。別に誤字ではありません。何しろ戦国時代から江戸時代にかけてやれ春日部だの春日部だのと字が目まぐるしく変わり、うろ覚えのイカレ伝言ゲームを経て字面だけがいかつくなって定着した感じ。地名が酒粕の権限になっても産業の中枢ではあり続け、江戸時代には春日部塾として日光道中を支え、明治時代の調整施工時も春日部町と名乗り、まがいものの地名に気づかぬどころかプライドすら感じるさなか春日部駅が置かれるに至ったというところです。ちなみに春日部町が合併する戦中ぐらいの頃、ようやっと自我を取り戻したようで内巻村との合併ついでに春日部市という地名に変更しました。己を見つめ直した末、数百年越しに地名が回帰してきたあたり大変感慨深いです。これには我々三段論法をかましたゴーギャンもにっこり。さて東武動物公園からは長い長い東武日光線に突入、杉戸高野台であらかた乗客を降ろし、これから幸手を出発。この幸手の地では白目米なるめちゃくそうまい米が取れたといいます。そのうまさは群を抜いており、江戸時代に米が上納されると幕府の下も私腹も声に超えさせ、明治時代には心意気だけは超えた東京などの民衆がブルジョワの味を知ろうと注文。とはいえスペランカーのようにうろく、チースターマン2のように希少なもんですから、現在は SSR クラスのレア米へとなり果てています。絶滅寸前ながら熱い支持を得ているあたり、市場原理の何たるやを感じますが、2017年からの新入りである日比谷線1万3000系はうまいのレア米も無知もうまい。終点の南栗橋駅に向けて北向きにモーターを唸らせます。滅多なことが起きない限り普通列車は次の南栗橋を境に物理と系統分離が行われます。なんで南栗橋とかいうファミコンよりも新しいペーペーの駅でブツッと切るんですかっていうと、需要や車両基地も理由として絡みますが、大元の理由は東武不動産が土地を持ってたから。というのもバブル経済くらいの1980年代、例によって首都圏に群がる人は多く、民族大移動しようにも多摩神奈川千葉はゲロ高い地下にノックアウトを食らうような半ば飽和状態でも、埼玉に関してはおっ開いてんじゃんという様だったので、東武沿線が注目されるように通勤圏も 50km クラスに突入しようという頃、東京から半径 50km すれすれだったここは逆光を浴び、東武も都合よくこの辺りに土地を持ってたので車両基地を置くついでにオラオラ開発だ開発だとたけり狂ったのです。今は何なんこの行き先とディスりをかまされていますが、メンタルが死んでも土地を手から離しませんでした。ってわけで現在はブリッジライフプラットフォーム南栗橋というプロジェクトのもと、久喜市などとの街づくりを推進する傍ら、特急が上下トータルで9本止まるというなかなか大盤振る舞いな駅となっております。子育て支援とテレワーク推進という両輪で活性化を図るプロジェクト、東部の露骨な寵愛を受けるこの地域は果たして繁栄を見せていくのでしょうか。って言ってる間に南栗橋ついてたね。ここが中間地点といったところでしょうか。なおかつここからが結構地獄とも言えそうなところでしょうか。次に乗り込むのは2400型って車両です。日比谷線直通列車を改造したやつ。地底人の座を引きずり下ろされ、四六時中北関東の吹きさらしと化した車両。カラーリング変更、マクフルカラー化、LCD 搭載、押しボタン搭載などなど、枚挙に糸間がないほど改造されています。結構整えられた車両かと思いきや、枚挙から糸間を抜き取って、虚になるような要素がございまして、割と長距離を走るのに、おトイレがないんですよ。なので、その鬱憤と大腸を晴らすべく、乗り込む前に、ブリブリしてきます。してきました。嘘みたいに大量のうんこが出まして、ケツからドラゴンを産み落としてる感覚になった。多分、向こう40年くらいはうんこする必要性がなさそうなので、これで安心して東武日光行きに乗れます。余談ですが、
これ逃すと特急課金が必要になるので、うおー、うんち、うんち割れ、うおーって心の中でアーメン唱えながら踏ん張ってました。キリスト教への冒涜もいいところですが、背に腹は変えられません。いや、むしろこの場合腹を変えようとしてるのかって思ってたら、接続列車来たね。車席争奪戦に巻き込まれる前に早いところ乗り継ぎを済ませましょう。ロングシートとはいえど、座席自体の座り心地は悪くないので、さしたる問題にはなってません。仙台車両がボックス席だったのでやや分が悪いですが、みくりをゆっくり立ちまして、お次の駅は栗橋駅。東武と似た経路で栃木県を名乗る JR 宇都宮線との乗り換え駅ですが、 JR は快速通過、東武は南側の系統分離を駆使し、お互い譲らぬ無慈悲な客寄せに飢えており、また栃木にすら入ってないのに堂々たる他人行儀の様相です。そんな木に竹を継ぐような私のたわごとも無視して、モーターの音をたくらせ北へと進みます。そんな東武日光線ですが、もしかしたら埼玉県を通ることがなかったかもしれません。いや、東京と日光を一本の線路でつなごうという気概こそあったんですが、当初は東武佐野線という佐野鉄道を金で釣って手中に収めた路線、その終着駅栃木県九州駅から北東へと線路を伸ばして深沼日光を目指す予定でした。国は施設免許という形で日光線の建設を認めたのですが、地形は断じてそれを許しませんでした。何せよ山の中を通るもんですから、生半端な覚悟ではとても叶いません。柔らか戦車のごとくぬるっと退却した東武は、しかし下だけは重装甲かつ達者で、だったら埼玉の杉戸ってとこから線路を敷いちゃうもんねと誇り顔で免許を得てきます。そうして1926年から工事が進められた東武日光線、日光東照宮で誇座する見ざる言わざる聞かざるの尊厳の教えなんぞ知ったこっちゃなく、日光を顔見し線路敷くぞと言い立て、四方八方を突貫工事の騒音に囲まれながらも昼夜問わず作業員を24時間戦わせた挙句、 100km をたった3年で敷き切って開通に至ります。かくして千客万来を期待した東武日光線、国鉄日光線という線客がすでにおりましたが、国鉄で日光に行くのはかったるいし高いもんで、東武と比べるともはや存在自体が国辱。それゆえ東京からの客をがっぽり取り込むことに成功し、戦後は特急デラックスロマンスカーの力も借り、云々利用客を伸ばし、東武の地位を確固たるものにしました。日光線ってそんな路線ですって言ってると、日光線で唯一群馬県を侵犯している駅板倉東洋大前に近づきました。群馬帝国の国境たる上毛かるたでは、群馬県は鶴舞う形だと供述してますが、この板倉東洋大前が位置する板倉町は鶴の濃水のあたりを占有してます。そんな板倉町最初の駅はいかにも中枢っていう顔をすべく、ニュータウン開発と東洋大学のキャンパス設置に合わせ21世紀手前ぐらいになって彗星のごとく現れた駅です。ほんで流れ星のごとく一瞬のうちにその勢いは燃え尽きました。町開き直後こそ閣下と人口は増えたのですが、少子高齢化の絶対的で圧倒的な分厚い壁により人口はローペースながら着実に減る始末で、群馬県もこれには閣下相応、肝心の東洋大学も少子高齢化にイチャモンつけて群馬を見限り東京近辺に引きこもる予定だそう。東武は急行に加え、わずかばかりの特急も止めてくれるくらいにはまだ慈愛に満ちていますが、群馬県が威信をかけて手塩にかけたニュータウンの矜持はどうなることでしょう。ほどなくして形だけは丸っこいのに、旅人に鋭利な矛でも向けるかのように道のり長くて複雑な栃木県へ。で、今栃木駅の一つ手前、新大平下で戯れに止まってます。ちなみにドア数がやたら多く見える横の車両はドアだったのを無理やり埋めたものです。日比谷線直通時代の通勤地獄、乗客が数の暴力で攻め寄せてくるならば、こちらもドア数の暴力で張り合わんと3ドア車両の使用をちょちょいといらって5ドア車両の製造を始めたのです。しかしそのロイヤルストレートフラッシュは通勤に対する切り札でしかなく、車席数は減るし、場合によっては座席幅すらも無慈悲に削られるもんだから、大量にくくりつけられたドアを信奉する考えはおおむね平成時代とともにブームを終えました。この2万400も転属に伴い5ドアは過去の遺物というかのごとく埋められ、その跡地にはあたかも最初からここにいましたけどと訴えるかのようなロングシートがたむろしてます。外の皮は継ぎはぎなのに内面ではポーカーフェイスしている点、底知れぬキザっぽい性格を感じます。 JR 両毛線との乗り換え駅栃木、反対側のごった返しているホームにはドア数の少なさとどことない老朽化に後ろ指を刺され、首都圏を追われて群馬エリアで活躍する211系を待つ学生さんの姿が大量に、何かと重なる点の多い群馬と栃木、 JR と東武、
ドアをめぐるいざこざを経験した車両も走るのは、ちょっとした仲睦まじさを感じたり、感じなかったり、もっとも、東武日光線の方が、線路数の本数も2倍くらいあるので、対面だけは仲良しちゃんで、胸の奥には、単線に対する下げすみとかがあるのかもしれません。しかし、そんな東武日光線も、一時期は単線にされました。こういう論調のそれが来た時、戦争か強行か自動車が絡んできがちなんですが、今回は戦争です。具体的には、東武熊谷線の建設、鶴舞群馬の首の骨のあたり、大田と、扁平ボンボンな形してる埼玉のてっぺん、熊谷を結ぶ予定の路線でした。建設理由については、太平洋戦争の頃、群馬県に中島飛行機工場なる、とにかく戦闘機を作る工場がございまして、そこに資材やら人やらを運びやがれと、国が東武にだだこねて計画された路線。戦局悪化の前とはいえ、やたらめったらせき立てられたので、メフィストフェレスに魂を売るみたいに、東武は日光線の線路を2つ返事で明け渡します。仲間に骨身を削らせてまで敷設された熊谷線は、やがて部分開業にやりつくのですが、終戦と同時に、路線の存在意義がふっと消えまして、うつろな表情で、わずかばかりのお客を乗せる日々へ、肩透かしを食らった熊谷線は、延伸しても限界路線になり果てるだけと言われ、肩をすくめるしかなくなります。身横にして部下に尽くした日光線の努力も報われず、熊谷線は、1983年で全線が廃止に、結局、スピードアップを名目に、日光線は後々全線復線に戻されましたが、なんとはなしに、熊谷線に対する憤怒が、片割れの線路から聞こえてくる気がします。ちなみに、先ほど、向かいのホームに見えた東武宇都宮線の方は、建設当初は復線計画だったのですが、世界恐慌で金ねんだわ、という状況だったので、単線で敷設してやったと言います。上げて落とすとは悪魔の所業。一番強行に陥ったのは、人道的な精神なんじゃないでしょうか。これ自分で言うのもあれなんですが、めちゃくちゃキモい話の結び方ですね。マジで戦があったから合戦場だという駅に続け、ニレギとかモミヤマとかの難読気味な駅を出て、お次は新上間、特急も止まる岡沼市の主要駅です。というか、普通列車と同じくらい、大量に特急が止まってきます。いちご市を標榜する、そんな上間。その昔は、栃木市の付近とそこそこ仲が良く、栃木と鹿沼を線路で結ぼうかなという動きが、東武の侵略以前に2回ほどありました。一発目は、日本鉄道が東北本線を敷きたかった時、当初の東北本線は、大宮じゃなく熊谷分岐で、そこから群馬、栃木方面へ、って経路を取る気で、その時に、栃木と鹿沼を経由する気だったのですが、だるい、高い、群馬、栃木民のうぬぼれ、って理由で、NG を食らわします。それから2発目、そちらも明治時代のこと、津田鉄道株式会社が立ち上がります。そちらは、栃木市近辺に本社を置くだけあって、栃木と鹿沼の間に線路敷きたいと地元志向。出会い中の DM くらい目的はド直球だし、地元住民も熱意だけは一人前にあったのですが、それだけでは、もはやのれんに腕押しで、ついに敷設には至らず、結局、昭和時代の東武日光線の開業を待つことになったのでした。その栃木との結びつきを象徴するかのように、新鹿沼で、いくらか乗客を降ろし、列車は北へ、シンプルに長い、疲れてきた。で、少し先の下越から日光市。この近辺は、日光霊平市街道なる街道が、じゅいっと伸びております。徳川家康が日光東照宮に祀られていることはご存知かと思いますが、江戸時代、彼を、完璧で究極のアイドルたらしめるべく、朝廷がお供え物を貢ぐことを考えます。この街道は、それを叶えるためにこしらえられた、高崎近辺から、群馬南部、栃木を経由し、日光に至る街道、京都の朝廷から中山道経由で運ぶため、高崎スタートとなっております。ちなみに、そのお供え物のことを霊泊、それを運ばされる人のことを霊平師って言います。日光霊平師街道は、そうした密銀柱がのし歩く場所となりました。織田と秀吉が作った餅を食らい尽くした挙句、供え物までもらうなんてなかなかアコギですが、日光東照宮のお膝元でこういうこと言っていいのかな？たたられない。少なくとも、日光近辺の隆盛に貢献したっていうのは間違いないです。そういう意味で言ったら、次の下今市も飯馬な展開を経験した場所でして、日光霊平師街道はまるっと霊平師のもんじゃいというわけもなく、東照宮への参拝に飢えた大名らも、こぞって街道に群がりました。そうすると、商業主義が幅を利かせるようになり、この場所で位置が定着するようになります。冴えない地名なだけあって、マジで冴えないダジャレに使われがちですが、誰だ、今市冴えないとか言ったやつ。下今市っていうのは、とにかく位置から来てます。ほんで、次の下今市で、日光線に別れを告げて鬼怒川線へ、住宅地から一辺、西側の足尾山地をバックに山の中を進む路線になってきましたが、次に乗る路線は、木曽路ですらひっくり返るくらいには、さらに山の中へ、山オブザ山です。下今市は、交通の要衝っていうのもそうですが、シンプルに面白い駅です。例えば、下今市には SL 体重なる、
津々浦々から横領してきた蒸気機関車逆車が運行してくることも、それを受けて下今市全体も昭和レトロを基調に2017年くらいにリニューアルされてます。昭和なんて64年近くあるもんだから、随分目的語がだだっ広いと思いますが、過去の年号にレトロってついてればまあそれっぽく聞こえるのはそうなので、あんまり深掘りするのはやめましょう。そうしましょう。日光市はバカでかいもので、栃木県の北西4分の1をも占有している全国3位の面積を誇る市です。平成の大合併で随分面積の腹もビッグになった市でして、乗り継ぎ先の鬼怒川線を丸呑みして日光市内完結の路線にするくらいにはビッグチーズな風貌の街です。広大で強大で尊大な日光市の縦断を目論み、鬼怒川線へといざ乗らん。ちなみに面白そうな施設は閉まってました。冷酷な門前払い。私も腹を満たさんと売店で駅弁でも買いたかったのですが、5分というタッチの差でそんな野望は打ち砕かれました。しかしスペーシアが日立 GTOVVVF の音を高鳴らせ、日光モーデスペーシアなる漠然と縁起の良さそうな塗装と名前で化粧して四方八方を駆け巡るその姿には、腹は満たされずとも胸は十分満たされました。というか下今市自体あれです、普通に面白いです。遠くには下今市機関区なる SL のための新築ハウスが建てられており、その手前には立派な電車台が座しており、あ、これ機関車トーマスで見たところだみたいな真剣ゼミの広告チックな文言が口をついて出ました。でも映像に記録されてないのでやっぱ出てません。嘘ついてごめんね。で、近くには大樹の客車、これは12系じゃなくて14系かな、 JR 四国北海道から譲り受けた SL 客車です。そうしたいろいろなノスタルジーで憂鬱に浸っているうちに、スペーシアもモーターの音を奏で始め、乗り換え時間は20分以上あったのですが、普通に楽しくて吐いた。ごめん吐いたは誇張した。嘘ついてごめんね。ヨタ話はこのくらいにしてとっとと乗り換えましょう。鬼怒川線を走る普通列車も基本は2400型です。1年ちょっと前までは6050型なる車両が牛耳っていたのですが、そいつもほとんど締め出しを食らって、現在はこいつが唯我独尊の顔してます。行き先は新藤原、どこだよ知らねえよって声を避けるためかは知りませんが、鬼怒川温泉って併記されてます。東部の最果ての駅なのに随分肩身が狭いです。あ、この路線を乗り通せば長い長い東部ゾーンはおしまいです。頑張ってこうね。私の美しい顔が戸袋で反射しそうな若干ビクビクするコドア車両に乗りながら、次第に日が沈みつつある下今市を出発です。 16km で終わる短い路線なので、ちゃちゃっと解説しちゃいましょう。そのくせ30分以上かかるけど、鬼怒川線は元をたどりにたどっていくと、鬼怒川水力電気会社が使った工事用の線路発電所を作りたいっていうんで、今市と鬼怒川のあたりを結ぶ馬車軌道を敷きます。しかし汗水垂らして発電所が作られてしまえば、軌道はもはや用済みのご様子で血も涙もありません。これには地域住民は黙っておらず、軌道を買収するに至ります。無論ちゃんとした理由はありました。この軌道を再利用する目的はと言いますと、第一には鉱山のポテンシャルを高めるため、大正時代この辺りの山々からは金銀銅がたらふく取れたのですが、なんせ運び出すための交通手段がないもんで、文字通りの宝の持ち腐れといった具合でした。それに焚き火、炭の産出量も多かったのですが、苦心して運び出そうとするとお金がかかるもんで、まともに市場に回らなくなっていき、スリップダメージを食らい続ける羽目に。それで軌道を買収した上で下野軌道なる会社を立ち上げたといいます。鉄道敷設の資材を相場の3分の1の値段で買ったこともあって、スタートダッシュは好調。加えて第一次世界大戦で銅の需要が高まり、銅の価値がどうかしてるくらい上がり、鉱山界隈も狂気乱舞だったもんで、赤字になるだろという外野の家賃に反して、だいぶ経営は上向いている様子でした。とはいえ、鉱山の閉鎖に古ぼっこにされ、貨物に頼りっきりではいけないという風を感じ、1921年、下野電気鉄道に社名を変え、その翌年には電化もやってのけます。また、国鉄日光線の今市駅とも接続、旅客輸送に血眼になりました。そうしておらついた下野電気鉄道は、矢板線と称する栃木県往来路線を高徳駅から伸ばしたり、自動車路線との競合に抗ったりと、なんとか生き延びる術を見つけます。それからほどなくして昭和初頭、東武日光線が進行してくるという噂を聞きつけ、これまで国鉄のおこぼれをもらっていたのを裏切り、都心最短ルートを標榜する東武の術をかじろうと躍起になります。その手始めに、起点駅を新今市なる駅から下今市に変え、ついでにレール幅を広くして東武と揃え、浅草と鬼怒川温泉を結ぶ特急を運行して、生き残り戦略に必死になります。ちなみに、鬼怒川温泉が大衆に知れ渡ったのは、この直通が実現した時です。それまでは、地元民くらいしか知らない下っ端のヘナチョコ温泉でした。とにかく下野電気鉄道は努力はしたんですが、未来とかアビューティフルスターには繋がらず、自動車路線にちょっとずつ押されて収支が危うかったり、
あと頭部が、ああ、死者路線だけで君側まで連絡したいな、などと、けたたましく匂わせをしてきたので、下野電気鉄道は、これをきっかけに、頭部に買収されることになったそうです。ちなみに、頭部の買収を食らった後、矢板線の方は、息の根を止められました。純粋に利益が運稼だったので、一方の鬼怒川線の方は、日光線との相性が良かったもので、順風満帆なご様子ですが、いかんせん、工事用軌道を買収、以前は貨物メイン、元が小粒な 762mm のレール幅なだけあって、通体のでかい現代の鉄道車両に向かって、どことなく無理強いしてる感は否めません。そのため、日光線内ではうなっていたモーターも、鬼怒川線内では、うめくに近い音しか出してくれません。路線名は数倍いかめしくなったのに、走りっぷりはまるでやわです。単線だし、キレのある走りを見せた旧地下鉄直通車に、そんなことさせていいんですか。一家、別に、ほどなくして東武ワールドスクウェア駅。無論、東武ワールドスクウェアの最寄りです。日光江戸村とかの、鬼怒川沿いの観光施設ブームに乗じて作られたテーマパーク。世界の名だたる観光地から、外観を大量にくすねてきた、その施設は人気を博し、行くんだったら鬼怒川線使いやがれ観光客ども、と触れ曲がる戦略も成功して、何かと、東武に潤いをもたらした施設です。ちなみに、この駅の開業前は、小佐越という一つ手前の駅が最寄りだったのですが、近いに越したことはないと、東武ワールドスクウェア駅が建設されたので、今は単なる弱小駅と化しております。たかが700メートルの差ですが、距離以上にその待遇格差は大きいものです。その破壊力のあまり、ビデオカメラも随分贅沢なアングルで回せるようになりました。わーい。ね、次が鬼怒川温泉。東武とかが、そのネームバリューを轟かせた場所ですね。次の鬼怒川温泉からは、路線的にも特例がございまして、特急券を持ってない輩でも特急に乗れるという制度が設けられています。前までは下今市から乗れたんですが、それはさすがに太っ腹すぎたのでしょうか。とにかくありがたい制度なので、たらふく享受しておきましょう。そういえばもう鬼怒川温泉以北の特急の運行終わってたわ。そんな鬼怒川温泉は、無名の頃、釣ったもんがございました。鬼怒川温泉の歴史は、存外浅く、1700年手前ぐらいに、村民が温泉を発見し、それを滝の湯と称して村民と共有してはニヤニヤし合うような小さいコミュニティでした。しかし、それから数十年後、近辺の道路を掌握する日光奉行なる人間が、日光の膝元で何かやってることにひどくムカついて、ああここ日光の人領地っすから、などと村民に主張し、カツアゲを始めます。そうやって幕府に踏んだくられて以降、日光山の僧侶などを除いて温泉に入ることは叶いませんでした。温泉で心も体もポッカポカな僧侶に対し、怒りで心も体もポッカポカな地元民の歯ぎしりは続き、江戸時代のうちは、一般人は軒並み締め出され、オープンになるのは、それから100年後、明治時代になってからです。その後、東部の植民地支配を経て、現在では立派な温泉街へと成長しております。鬼怒川公園と名の付く駅を作ったはいいけど、肝心の鬼怒川公園が、駅と引き換えに消滅したという、割と本末転倒な駅を出まして、次が終点の新藤原。東部の支配する線区を乗り続けること4時間弱、若干のバテを感じてきました。しかし、この新藤原を境に、大手私鉄の手のひらの上で転がされる運命が終わり、結構、地方私鉄の色が強いエリアに入ってきます。ついでに、IC カード有効エリアも終わります。長かった。マジで長かった。東武鉄道を使ってくれてありがとな、の文言が眩しい。でもまだある。激しくまだある。関東私鉄恐ろしい。そして、ナンバリング部分がドス黒い。まだ日光市にいるという事実を突きつけられた。私の心と同じくらいドス黒い。2400なんてあれですよ。日光市のみならず、栃木県内ずっとこいつでしたよ。ですが、そうして恐ろしく長いことお世話になった車両だって、別れてみると、存外悲しいもので、地下を出た先の栃木という新天地でも、まあ頑張れよとエールを送りたくなるものです。で、新藤原からは野岩鉄道に乗ります。明治初期に栃木県を表した下野の国と、福島県西部を表した岩城の国から取ってきてます。使われる車両は6050型。以前までは、東部も持ってた形式で、日光やら浅草やらへの優等種別としてぶっ破されてたのですが、ガタが来た老体の車両に鞭打つのは酷なのか、去年の春にあっけなく引退。この形式が生き残っているのは、今や野岩鉄道のみとなり、超零細鉄道会社の運命と言うべきか、もはやスーパーレアな車両となりました。とにかく、こいつに乗って会津高原御瀬口駅まで、ついに福島県入りしますよ。全部のボックスシートこれにしろ。ちゃんと切符は発行してもらいました。ついでにトイレにも行ってきました。ありったけのでっけえしっこ出してきた。パソコンはテーブルの横幅的に厳しいかもしれませんが、ローカル線に乗っている時くらいは仕事なんか忘れて楽しみましょう。そうだね。てか普通に開けんちゃん。15.6 インチの PC ですらも、適当なこと言うなよ。でもすごいミスマッチすぎるなこの光景。それになんでかは知らないけど、全く編集する気力が起こりません。ローカル線に乗っている時くらいは、
仕事なんか忘れて楽しむべきですね。適当なこと言ってすみませんでした。向かいのリバティがやけにギラついて見える。あたり一面がそんぐらい暗い中、18時44分、新藤原を出発。さて、この野岩鉄道。今まで乗り継いできた路線の中では一番新しく、1986年の開業。しかし計画自体は鬼ほど昔の明治時代からギラギラと燃え上がっていました。明治29年、今市から会津エリアに線路を敷くべく、野岩鉄道株式会社が立ち上がったのです。敷設を訴える点に、東京と新潟を結ぶなら野岩鉄道が楽だべ、とか、会津地方の交通の便なんて、磐越西線で十分じゃ、とか言ってる奴はバカ、などの理屈が列挙されてるあたり、非常に覚醒の感を覚えます。東京と新潟を結ぶって理由付けは、一見まともそうですが、信越線、後々開業する磐越西線に比べ、距離が短いとか、勾配が緩いとかの論ばかりで、シンプルに多方面に喧嘩売って終わりのように見えなくもないのですが、政府サイドも思っていた以上に、腰軽へこへこ仕組んだもんでして、大正時代には、国鉄が鉄道敷設法で、線路敷きたいんごねえと言い出します。などというのは口先だけで、実際に敷設が始まるのは、それから50年ほど後の1966年、東北中央線という名目に始まり、観光需要の発掘を目指し、日本鉄道建設公団が、国鉄の新線として敷設してきました。ですが、国鉄の経営状況が終わりの道をたどると、国鉄再建法により、特定地方交通線の烙印を押されます。わかりやすく言うと、野岩鉄道、いらねって言われ、建設が中断されました。しかし、それを危ぶんだ栃木、福島の両県が待ったをかけました。そうして、第三セクターとして、工事からの運営、という形に至りました。ちなみに、国鉄が、クソでかい機上の、ずっからかんな空論に放けて作った路線なだけあって、施設は、ローカル線とは思えぬほどリッチで、線路も、乗り心地のいいロングレールが基本。また、路線全長の半分以上がトンネルで、線形も、結構まっすぐ、踏切も、新藤原駅内の一箇所を除いて存在せず、加えて、山積後は、東部に癒着して生き延びることを考え、がっつり電化もされたので、標定速度は、時速 50km を超えており、ローカル線にしては、異常にキビキビしてます。そんなこんなで、紆余曲折を経験しつつも、立派に地元住民の足として、って言いたかったんですが、地域住民からは、さして使われておらず、信じられないくらい観光需要に頼ってました。どのくらいかっていうと、運賃収入のうち、定期利用率が 1.1% です。もっとも、当初から定期利用の割合なんて、せいぜい 5% 程度だったので、地域の足がどうこうという問題は、今に始まったことじゃありません。などという取ってつけたような用語も、少子高齢化や過疎化を前に崩れ落ち、加えて、自粛合戦が行われた某ウイルスの時代には、絶望のどん底という言葉すら、甘いほどに減少。開業から40年近く無事故で偉いのに、こんな仕打ちがあっていいんでしょうか。ともかく、それでは現状維持すらもままならないです。新車なんて導入したら、それこそ、走る砂上の楼閣になりかねません。そこで、最果てっぽい風貌にして、唯一の生き残り形式である6050型を安泰にするべく、巷で話題のクラウドファンディングを使い、6050型を観光列車化しようという取り組みが行われました。現状は、むごいほどの経年劣化に、かなり尻込みしている様子ですが、その情熱、希望、そして野心は、ゴーゴーとシップする車体から感じられます。頑張れ野岩鉄道。そして、この動画を見た君も、乗りに行こう、いやまじ。公営から個人経営になって建て直された宇治鹿の湯。その最寄り駅である中身寄温泉駅を出て、上見より塩原温泉口駅に到着。平安時代初期からの歴史を誇る塩原温泉の最寄り、その歴史の威力は凄まじく、明治時代には、セレブや政治家が争うように訪れたり、別荘を置いたりしたとかいう、有象無象の金持ちアピール軍団が群れをなし、この地に詰めかけたらしい、由緒ある温泉郷です。この路線ではこんな感じで、それはもう湧いて出るように、温泉を関する駅が続けざまにやってきます。こういう理由で、この路線には、ホットスパラインなる愛称がついております。車両も会社名も無骨ですが、愛称はそれなりに可愛いです。って言ってたら、やたらこわばった実らの駅、小鹿高原駅についてました。この駅を端的に説明すると、秘境駅です。上下各5本しか止まりません。野岩鉄道の公式ホームページでさえ、なんもねえよ、って言ってます。しかし、何かしら意図があるからこそ、この駅が作られたわけで、この近辺には、スキー場を建設したいっていう構想がありまして、そうした観光目当てで建設された一駅だったりします。え、結局どうなったか？現在、無があります。しかれどそういう無がある駅って、唯一無二という無の形をした有があるから、なんかややこしくなってきたな。これ以上なかなかと語るのはやめます。次は会津高原御瀬口駅です。野岩鉄道の終着駅にして乗り換え駅。ややこしさで疲弊した脳みそに一切おもねることもなく、マジややこしい駅名が入り込んできましたが、この駅は旧国鉄会津線の終着駅で、その当時は会津滝野原って駅名でした。地名から拝借してきた正当な由来の駅名も、
さすがに少々堅苦しさがあったので、鉄道のイメージ向上にかこつけて、会津高原駅へと改称したらしいです。それからしばらくして、2006年くらいに、会津高原を瀬口駅へと変わったそうに、なんですが、とりあえず口ってつけて休むと思っているのか、その駅は尾瀬国立公園にかすってもいないどころか、20km も離れたところに位置しているそうです。口ってついているだけで、ランクが下になる駅名の世界。下の口の癖して正直じゃないとか、低層観念どうなってるんすか。ちなみに先ほどの発言には特に対はありません。都覚するうちに行く行く分、ぐるりと会津高原尾瀬口駅に入線。30分の乗車時間は、レトロ列車から奏でられる旅衆に浸るには、あまりにも短すぎました。ぶっちゃけ、もっとたらふく往復したいのですが、時間がそれを許してはくれないので、先に進みます。ここから福島県。思えば、遠くに来たもんです。スタート地点どこだったっけ？箱根？そんでなんで今私福島にいんの？せっかく来たんですし、ちょっくら観光でもしようかしら。どうせ、次の乗り換えまで30分弱あるし。旧国鉄路線の終着駅という名声もどこ吹く風で、人工の光は、駅舎と電車とわずかばかりの電灯以外にはまるで見当たらず、軽いノリで駅舎近辺を散歩しようとしたのに、ちょっとした肝試しみたいな状況になってます。しかし、上を見上げてみると、かつてなく綺麗な満天の星がお出迎え、あたりに大した人工物がないだけに、その星空は迫力満点です。え？見えない。ビデオカメラとかいう人工物が星空をきれいに映すわけないだろ。ですが、一等星くらいならギリ映りそうだったので、動画に収めておきます。駅前の観光、売店、食堂を担うスポット、憩いの家は閉まってました。夜型人間と変な旅人には世知辛い。ついでに、駅前のバス停も、多分終バスは終わっている雰囲気ですね。まあ、特に用はないので、この建物はスルーしちゃいましょう。あれ？待って。駅舎に戻れなくない？どうやら、このプラザの古戦橋を使わないと、駅舎に戻れないようでした。夏そばは犬も食わないとはよく言いますが、私は空気のなかった豆鉄砲を食ったような気になって、夏に片足突っ込んでる南会津の僻地で、絶望感に打ちひしがれるところでした。マリオの隠しゴールを見つけた時と同じテンションで、とりあえず駅に直行します。発車まであと10分。人感センサーのせいなのか、一人でに明かりがつきました。しかし、駅周辺がほとんどホラゲート化していただけあって、それにすらも若干の恐怖を覚えました。そんな古戦橋の先、次に乗り継ぐのは会津鉄道線。さっきちらっと触れた、国鉄会津線の後継三席です。初見の駅なのに、やたらめったら歓迎されてます。バイクスヒッパイフフィハグ。何かと思ったら、列車が接近するようです。この接近メロディーはローレライ。ドイツ民謡です。ライン川の急峻とした場所に佇む、ローレライというでかい岩。近辺の流れの速さ、水難事故の多さ、また、声がこだましがちな環境から、ローレライには、そういうタイプの妖精がいる。それを、伝説、詩、果ては曲として創作したもの、割と縁起でもない曲じゃねえかって思うんですが、それは考えないことにしましょう。方向案内板からは、新藤原方面などという、真っ赤な嘘をつかれましたが、やってきたのは折り返し、会津田島方面に向かう一両の車両、AT600 型っていう機動車です。まだ電化区間は続いているのにもかかわらず、非電化車両を使うなんて決体なご様子ですが、こいつに乗って、南会津町の中心部、会津田島まで行きましょう。設備はご立派な転換クロスシートなんですが、なぜか全座席がボックスっぽい感じになってて、秩序だった誤尾が眼前に広がっており、内心、転換してええのこれ？って思い、うむむ。どうせ片手で数えられる程度しか乗ってませんし、広々と車内を映したいので、ボックス席で行きましょう。そうしましょう。っていうのは建前で、本当は勝手に転換したら何か言われるかと思ったからです。アイム、チッケン。尾瀬でも何でもない場所にカミンズエンジンを鳴り響かせ、19時47分、会津高原尾瀬口を出発。57.4km と、そこそこ長い会津鉄道。敷設までの経緯は、野岸鉄道と重なるところが多いです。戦術した通り、地域住民にとってのゴールは、あくまで、若松と今市を結ぶこと。その一部であるここも、当然その影響をもろに受けてます。で、旧野岸鉄道を設立したり、挙句の果てには野岸鉄道と行きまいて、今市から米沢まで直結しようとほざいたりしますが、そんな口八丁手八丁も意味をなさす、明治時代のうちは、さしたる進展もないまま終わります。時が来たのは大正時代から、南会津郡会が、若松、田島、柳津まで軽便鉄道を敷かせてちょっと、県知事にラブレターを送りつけます。郡会が満場一致のイエスマンになった、この意見書も、国会から長いことしかとを食らい続けていたのですが、大正時代とその前後は、全国的に軽便鉄道がブームだったこともあり、大正10年くらいには、A でチュッと投げキスを食らい、会津線の工事に着工。ところで、上の図を見てみると、2路線あるように見えます。しかしこの時点では、どっちも同じ、会津線でした。
これは、会津戦を敷きたいと奔走した、八田宗吉っていう衆議院議員が、松岡修造顔負けの熱意を胸に、会津エリアの鉄道網を充実させたくて、それで、瀬谷、地域から、要望の多い柳津方面と田島方面をひとまとめにして、帝国議会と話し合ったろ、などという、小賢しくもややこしいことを考えたからです。両方とも会津戦って呼んでたら脳がぶっ壊れるので、柳津戦と田島戦という住み分けがなされました。ちなみに、柳津方面の線路が、今の JR 只見線、田島方面の線路が今の会津鉄道線です。そんで、柳津線より遅れて工事が進んだ田島線。それでも、当時の会津田島の住民にとっては、めちゃくちゃありがたい路線でした。いかんせん昭和9年の5月、田島の一帯が火の海になりまして、商店街を焼き、180個もの家屋を灰にし、田島の活気は虫の息といった塩梅に。そんな意気消沈ムードから半年後、田島線の線路が救世主のごとく伸びてきたので、瞬く間に復旧したもんだから、本当の本当に渡りに船、いや渡りに汽車と言うべきなんでしょうけど、加えて、木材供給の聖地というクソでかいスキルも発揮したので、あれよあれよという間に、会津田島は、鉄道とのタッグで栄えていきます。浮かれポンチな天狗になるには十分すぎる流星を経験しておきながら、まだ会津の連中は飽き足らず、そういやいまいちまで線路敷くんでしたよね。はよ、と、寒しく南へ伸びる鉄路を背びります。南会津は、林産物と鉱山物がほぼ無尽蔵だという、人間の欲望の塊をほじくり回すかのような理論を掲げるのですが、ちょうどその頃、日本はワシントン海軍軍縮条約を破棄、つまり国際的に孤立します。加えて、ジェノサイダーな右翼が、首相官邸やら警視庁やらを荒らし回る226事件が勃発、線路敷いてね、すぐでいいよ、なんて要求のめるはずがありません。それが落ち着いた1938年に、やっと小作工事が進むのですが、ほどなくして第二次世界大戦、東部熊谷線が、軍事上重要だとか堅苦しいこと言われていた時代に、東北をスパッと縦断すれば便利だお、などという意見がまかり通るはずありません。工事が再開されるのは戦後、会津田島からちまちま延伸して、会津荒海なる駅まで線路を伸ばすのですが、それからしばらくして、朝鮮戦争を理由に、工事がまた止まります。戦争という足かせは外れたはずなのに、よその国の殴り合いの影響すら受けるのは、酷。しかしそれも乗り越え、景気がいい感じになってきた1953年、ついに会津滝の原まで線路がつながります。その会津滝の原って駅が、現在の会津高原御瀬口駅です。栃木との県境すれすれまで敷かれた線路。あとは、そこから南へ突き抜けるんだと、地元住民の方々は、一点の曇りもない眼差しで、国鉄会津線に期待を寄せていました。そこ以南についての経緯は、野岸鉄道の時に語ったのでいいとして、国鉄会津線の山積化とか暗黒面とか、そういうのは、会津田島以北で話すことにしましょう。って言っているうちに、中洗いを出まして、次が終点の会津田島。この区間は、猛吹雪の日に開業して、7時間半もの遅延を食らわしたと言いますが、それでも、念願の鉄道が開通した時には、喜びはひとしおだったようです。さらに南に線路を敷いて、東京と結ぶぞという、沿線住民の思いも願ったり叶ったりで、現在は東部の特急リバティ君が、1日4往復ほど、次の会津田島まで、ぬっと顔を出してくれます。乗り換えなしかつ新幹線に頼らずとも、北千住、浅草まで行ける威力が凄まじい。まあだって、普通列車だけで行ったら、このくらい大変っていうのは、視聴者の方もお分かりかと思いますし、って言ってるうちに、南会津町の中心部、会津田島に到着です。会津鉄道線内の切符はまだ持ってないので、窓口で精算してもらうことにします。んで買いました。会津若松まで2100円。買ったはいいんですが、途中下車できない都合上、町安室内から出られません。40分の足止めは予想していたのですが、夕閉まで食らうのは予想外。おしっこ飲むか。そういやのパソ持ってたので、どうせなら軟禁中に動画編集進めちゃいましょう。待ち時間のうち20分を潤沢に使ったのに、6秒しか編集が進まないという低たらく。そうしているうちに改札通れるようになったので、早いところホームに向かいます。会津鉄道線自体は西若松までですが、今回は、JR の会津若松まで乗ります。だってこれ、JR 只見線含む会津若松行きの終点ですし、次の日、会津若松から只見線乗り通したいので。キハ40だった車両の尊厳と外観を破壊して、AT400 型なる物に仕立て上げられた車両、ホタトロ展望列車などと呼ばれるあいつが、その図体をもたげる車両基地の手前には、乗り継ぎ先の会津若松行きが止まってました。最終走者は、バングラデシュの国旗みたいなカラーリングしてる彼、AT750 型なる車両です。彼もまた、ホタトロと同じ眼光の色が強い車両、ドアの横で凝視してくる赤べこくんが、それを物語ってます。車内は、まさかまさかのリクライニングシート。しかし、これまたなぜかボックス風にされており、持て余しレベルが限界突破しております。2両目も同様に、謎縛りプレイのリクライニング、快速アイズマウントエクスプレスなる、
日光エリアと会津若松を結ぶ運用についていたこともあってか、天井の方には、これ見よがしに、会津、日光などと掲げられています。去年のダイヤ改正で、東武日光から締め出され、鬼怒川温泉までしか行かなくなったし、エクスプレスを表現するって意味だと捉えると、マウントエクスプレスという名前は、巨像のマウントとはいえど、あながち間違ってないのかもしれません。それとも、鬼怒川温泉も日光市だから、とりあえずセーフってこと。ともかくご立派な運用と名目で、日光会津界隈を爆走することもあり、旅人を満足させるギミックが、そこかしこに仕掛けられております。ドリンクホルダーが2つなのは、リア充以外お断りってこと。いいもん。私だって、インターネット上とアイボス上に、たくさん友人いるからリア充だもん。って思って、ノパソ開いて友人召喚したかったのですが、空論をでっち上げるには、機場が狭すぎました。危ないので、やめた方がいいです。ここに PC 乗せるのも、リアルで孤立するのも、そんな会津鉄道線は、孤独な私を嘲笑うかのように、エンジンたけらせ JR 直通、会津若松へ。ってわけで20時50分、会津立間出発です。さて、この会津鉄道線が山積になったのは、例によって経営悪化が原因です。国鉄は、輸送密度が1日に2000人を下回るような路線は、原則切り捨てる気満々でいました。一方、国鉄会津線の輸送密度は1日1333人。仮に苦心して野岸鉄道を開業させたとしても、1777人にしかならないと考えていました。そのため、第二次特定地方交通線という、不名誉な称号と余命宣告をもらい、赤字とともに、国鉄から廃止を言い渡され、海の木屑ならぬ山の鉄くずになるところでした。しかし、福島県が、それを黙って見ているわけありません。むしろ、東北を縦断する新ルートである、野岸鉄道の手続きがもろもろ進んでいる最中に、会津線廃止だとほざくなんて、とんでもねえダブルスタンダードだわなどと、福島県が国鉄に毒づき始めました。当然、地元は、国鉄が経営を続けろと訴えるのですが、100円稼ぐのに400円かかるのでは、たまったもんではありません。そうして、新生会津線を掲げて、第三セクターの道を歩んだのですが、会津線は、根っからの非電化で、野岸線との直通がやや厳しい。そのため、福島、栃木県境での乗り換えが半ば必須で、何が会津と東京の直結だという状態になってました。そういう状況だったので、ひとまず、会津高原から会津田島までを電化させ、浅草、北千住とかの東部界隈に媚び打って、会津田島まで客を招き入れることに成功しました。そうは言っても、会津田島以北、この辺りの電化については、そっぽ向いてます。非電化のまま取り残された 40km 強、今後も電化されることはないんじゃないでしょうか。というか、東京から会津若松まで行こうったって、別に、新幹線と磐越西線の組み合わせで行けます。JR というクソでかい地盤を前にしては、速達重視のビジネス需要でも、ネームバリューの観光目線でも、ほとんど勝ち目がなく、会津、野岸線は、どこの馬の骨かもわからん鉄道会社みたいな扱いなのか、あまり脚光を浴びてません。住民たちの新たな期待を背負った会津鉄道も、ここ30年で利用人数は半分未満に落ちぶれる低たらく、食っていくのでさえ精一杯なもんだから、全線電化なんて、夢のまた夢と思われます。むしろ、ライバルの JR 磐越西線でさえ、近辺の電化区間を一部引っ張がす気満々ですし、今のところ、会津地域の絶望的な局面ばかり語ってますが、さっき見たお茶トロをはじめ、観光列車の人気はそれなりにあります。例えば、今乗っている車両がつく、会津マウントエクスプレス。こちらは、東武特急と接続しつつ、4社直通列車として会津の山々をかけております。今でこそ、したたかながら下馬いローカル機動車が使われていますが、その昔は、名鉄からお取り寄せしてきたキハ8500系特急に、その仕事を任せていました。しかし、長距離に強い特急スペックなんぞ、知ったこっちゃないといった感じの運用で、満足に爆走できない、チープでうねる線路に加え、快速とは名ばかりの鈍速列車に充当されており、ストレス社会に翻弄される現代人の心ぐらい、危機がズタボロになったので、会津の地を追われることに。で、これが生まれたってわけ。その名前やら何やらを引き継いで絶賛運行中。しかし、湾曲もいいとこな線形は、裏を返すと、ダイヤモンドのようにキラリと輝く絶景が眼下に広がる、ひとやかな路線とも言えます。例えば、今走ってる下郷町、塔のへつりなる天然記念物が有名です。これは、侵食されまくった岩たちが塔のように見えることから言われたとか、その侵食の歴史、なんと100万年。すごい、創生のアクエリオンの軽く80倍は超えているあたり、次元の差をまざまざと感じます。ちなみに、へつりは、この地域の言葉で断崖絶壁を表すらしいです。そんな自然の土産物を作り上げた元凶は、この会津鉄道線に沿って流れる、阿賀川です。暗すぎてもはやわかりませんか。そうですか。私も今自分が何を撮ってるのかよくわかってない。ともかくその川は、栃木県境から会津鉄道、磐越西線とかに沿って流れ、新潟県内では、阿賀野川に名を変え、日本海に注ぐ川、江戸時代には、米や塩を運んでました。会津の小屋っぽい性格してる阿賀川。この路線は、
そのキワキワをたゆたうた二路線なだけあり、国鉄時代にはダム工事のついでに線路の付け替えが行われました。その副産物が今出発している駅、大川ダム公園です。反対側の車窓には、いかにも人工的なソーラーパネルが鎮座していますが、待合室のみの簡素な無人駅ですなどと上言を垂れている秘境駅です。形はどうであれ、秘境駅があるというのは、旅人からしてみれば、どことなく嬉しいものです。ほどなくして足の巻温泉駅、猫に駅長を任せています。三石遺憾で大規模な人員削減を行った結果、自ら猫の手を借りに行った駅と言えましょうか。そこまでしても、現在100円稼ぐのに170円かかるそこそこの赤字路線なので、猫に小判だとか、駅長印の小判だわなとか、そういうこと言ってる場合じゃないのは確かです。ちなみに、もうあいつ若松市に入ってます。ここまで来ればゴールも目前。今回はゴールテープの少し先まで走っちゃうんですが、その背中を後押しするかのように、イルミネーションに身を包んだ天谷駅がお出迎え、ゆかりさんの顔と同じくらい美しいですね。でも、なんか、何の文脈もなくラブホが現れたみたいで、ちょっと怖かったかもな。誰の顔かラブホちゃおら。ゆかりさんか？下痢焼酎。少し列車を走らせ、ついに西若松。関東私鉄はここいらで終了です。関東？とにかく、大手私鉄から山積まで、幅広い歴史、野心、路線網に触れながら旅をしてきましたが、何か、一つでも心に残った路線があれば、ぜひとも乗ってみてくださいね。向こうに見えるは、只見線の終点。元は、国鉄会津線という同じ名字だった兄弟が、その中を確認し合うかのように、西若松でじっとお互い見つめ合った後、やがて、只見線キハ110は西へ走り去っていきました。こちらの車両も、北へ北へ、会津盆地にエンジンを響かせます。などと、いかにも動画を締めくくるかのようなことを言ったのですが、まだ少しだけ乗ります。会津若松まで行けば、快活が私を待っている。語ること語り尽くしたので、あとはカットで。時代というのは、どんどん移り変わるもので、物資の輸送に一端を発した鉄道の目的は、ビジネス、観光、果ては鉄道自体の魅力発信に、ましてや、現代ともなると、大量輸送、速達から、果ては観光、存続、プライドとかに関わり、乗り継いできた路線も、本当に十人十色といった感じで、飽きのこない鉄道旅でした。今までに乗ってきた路線の中で、推し路線的なものが見つかれば、私としては、それ以上に嬉しいことはないです。ぜひ乗りに行ってみてください。それはそうとロープウェイ分早起きしたので、めちゃくちゃ眠い。ラーメン食って快活入ってうんこ出してさっさと寝ます。そんなこんなで終わりましょう。お疲れ様でした。